ヒロでキムチャンズです。どうも、どうも。チャンネル登録よろしくね。しゃるか、元気ですか？あ、元気ですよ。うん、元気です。ほんまに最近楽しそうやね。すごい楽しい。やっぱ昨日はあの先生にいろいろご教授いただいて、ええ、エネルギーもらった、まあ、僕の先生ではないんですけどね。まあ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 、ええ、そう思っとこ、ええ、うん、よかったね、まあ、人生の先輩として。なるほど、ええ、ありがたく聞いておきました。うん、ええ、いいよね。いや、いいよね。あ、なかなかああいうこと言ってくれる方いらっしゃらないからね。おらん、現実的には。そうだから、それ先生にも言ってんけど、うん、最近私もヒロ君もやね、うん、私もやけど、自分より若い人と接することが増えてきて。自分が言う方やから今はね。幸せなことやね、それってね。若いエネルギーもらえるから。そうなんです。でもやっぱり自分が怒られたりとか、自分が勉強させてもらうとか、まあ、若い子から勉強もさせてもらってるよ、もちろん。でもこう、ね、逆のこともあるやん。先輩から学びたいことってあるやんか。ある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 。とかがあんまりないから、すごいなんか新鮮やった。逆に、いやだからね、そういう経験はすごく大事やね。貴重ですね、ほんまに。やっぱ何でもやけど、うん、偏ったらあかんかなとはちょっと思った。自分の世界に浸っちゃうとちょっともう、あれやね、ちょっと反省でもあるかもしれない、ね、ちょっと視野が狭かったかもしれないなと思いながら。若い感性ばっかり。たまにアルバイト行ったりするやんか、うん、その時なんかあれしてください、これしてくださいって言われるんですけど、うんうん、普段そういうことないやんか。ないな。だからね、なんか新鮮で、なんか、うん、ああ、はいはいはいとか言って。うん、確かにいいよね、あれはあれで。なんか変な感じ。そうそうそう、自分の立ち位置がわからんくなる感じが、まあ、嫌な人もおると思うねんけど、うん、私は嫌じゃなくておもろいなって。いいよね、あれ、うん、いい経験させてもらってますね。そうやな。バイトの時は正直何者って感じの、集まりなのよ、うん、なんていうの、もう毎日同じ人たちがおる職場じゃないとこに行ってるから、ね、毎日誰が来るかわからんみたいな、ね、みんな本業されてる方やからね。そうそう、副業で来るような人が結構多かったりするから、うん、みんなそれぞれのなんていうの、事情があったりとか、うん、タイミングがあったり、ターニングポイントのちょっとその隙間で来てたりとか。そう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 ね、私らみたいに副業でとか、うん、おもろいね。おもろい、いろんな人もおもろい。すごい人もたまにおるし、だって毎日ちゃうねんもん、あの会う人が。そうそう、それこそ久しぶりみたいな人もおるよね。そう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 、曜日変えたりするとね。そういう時に、あー、なんか自分って視野狭いなって思う時ある。あるね、うん、ある。だからバイトって大事やなってたまに思うね。なんかほんまに狭い世界で音楽活動とかしてると生きてるなって思う。あるよね、うん、僕もだからずっとパソコンと向き合ってやってるけど。ヒロ君はせーな、もうここやもん、世界が。すごい新鮮で楽しいなと思うんですよ、あの週に1回、うんうん、めんどくさいししんどいけど、まあしんどいけどね。行っちゃえば喋っても別に許されるから。まあそうね、うん、楽しいね。さあ、続き行くか。行こう。ジアザワンの続き、うん、まだ見てないのあるので見ていきます。もう終わるけどね、ほんまに終わるけどね。え、長かったよね、でも意外と。なんかこのままじゃすぐ終わっちゃうとか言ってたけど、結局結構かかってない？半年以上はかかってるよね。で、今日見ていくのは、はい、結構初耳っていうぐらいの曲なんですけど私、うん、まずマヤは沖縄公演で見ましたね。あ、はい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 、映画館で見ましたね、うんうん。でもまあこうやってゆっくり見るのは初めてだと。そうです、はい。そして完全初めてがもう今日出てきます。タイムウェーブとタイムウェーブビリービン。ビリービン完全に初めてやね。初めて、ほんまに完全初見ってやつですね。ちょっとね、このアルバムは今までのアルバムとは違って、こうなんていうかな、かっこいいを極めてるんかなってちょっと思うし、テーマが違うやんか、まず、うん、そもそも狐の神様がとかそういう感じじゃないし、もうテーマが全く打って変わってちゃうから、こうしっかり地に足がついたような曲やね、うん、全部正統派って言ってたかな、うんうん、前ヒロ君。なので予想が全くつきません。全然つきません。はい、まあ、マヤは聞いたけど、ごめん、そんなに覚えてないな。ちゃんと見ないと分からへんけど、今日はなのでまずマヤを見ていきます。なるほど、はい。でマヤは、あるね、公式が。うん、ただタイムウェーブとビリーヴィンはないので、まあね、それは後で言いますね。後で言って。ちょっと待って、鼻かゆくて。ほんまにマイペース肩がもう狙ってるもん絶対。はい、行こうか。行きますか、はい、では行きます。3秒前から3、2、1、佐藤。おお。あ、めっちゃ激しいな。
こんな大きかったっけ、こんなだっけ、ドラム割れへん、すごいね、小学生のスーさん見てたからかねえ、差が、すごい破壊力のあるイントロやね、うん、感想ダダ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 、あ、Say My Name 覚えてる、うん、かっこいい、あ、なんかちょっとシティポップ感あるって言ってたっけ、あ、思い出した、かっこいい方、うん、これもスーちゃんの声なんかな、英語、うん、Say my name、 かわいい、可愛いけど色っぽくていいね、なんか、うん、うん、キメ多いね、うん、ステージの下まで画面や、すげえ、かっこいいサウンド、かっこいいよね、ほー、ほー、パワフル、はー、力強いね、うん、このアルバムはやっぱいい、いいね、私は Say My Name のファン、うん、あ、この2人のあのモアちゃんと、あの時のそうね、モアちゃんのファン、僕モアちゃん、あの時のモアちゃんのファン、いいね、いい、色っぽくていいね、なんか、うん、こうやって時のモアちゃんほんまに好きやな、もあちゃん、もあちゃんと私どっちが可愛いの、あやちゃんこれよみんな、うん、これがあの見本の回答、模範回答でございます、え、もしあの自分の推しが一番だと思っていても奥さんからどっちの方がいいのって言われたら即答で、あやちゃん、息を、え、息つく間もなく奥さんの名前言っていただいたら、考えるあれもないですよ、え、もう一回聞くよ、いいよ、もあちゃんとあやちゃんどっちが可愛いの、あやちゃんね、決まってますよ、そんなね、全然嬉しくないけど大丈夫何やらしてるか 100% 僕その可愛いもあやちゃんやけど、うん、ボーカル部門もあれやから、あ、じゃあ聞いていい、いいよ、この際、いいよ、聞いていい、いいよ、あ、じゃあトップ3聞いていい、トップ3聞く、世界中ででいい、いいよ、一回イヤホン外すわ、本気で喋らなかんからえ、あ、そうね、あ、じゃあヒロクの中でベストボーカリストがいるってことね、世界中に、そうね、オッケー、じゃあそのうちのじゃあ3位はジョイ・テンペスト、誰やっけ、ヨーロッパのボーカルやね、あー、ええ、色っぽいしかっこいいよね、大好きなの僕昔から、有名な曲何やったっけ、あの、ザ・ファイナル・カウントダウン、あー、かっこいいな、確かに、オッケーオッケー、はい、じゃあ2位サミー・ヘイガー、バンヘレンの、2代目のボーカルやね、まあ、
そうやな、私もあのバンヘレンの中で一番好きなボーカルはって言われたらサミー・ヘガやわね。あのちょっとブルースな感じで全員かっこいいけど、かっこいいよね、ブルースやねんけどなんかちょっと R&B 要素入ってる、ね、やけんリズム感いいのよ。そう何であれ気持ちいい、分かる分かる。じゃあ今3人やな、うん、OK、じゃあ1位はあや木村ね決まってるやんそんな言い方やろジョイ・テンペスト、サミー・ヘイガー、あや木村ね、これやろサミー・ヘイガー、あや木村ねこれやでね。ほんまやわ、これな、1位が自分って言われて嬉しいとかじゃなくてな、うん、それ言い方や、あや木村ねほんまやばい、ほんまやばい、ね、これでもあれやろ、え、あの冗談で言ってるんじゃなくてなかなか本気で、いやこれ本気の話言ってたよな、マジで本気の話。でもなんかそれぐらい思ってないと、例えば自分の音楽もそうやし、そのそれ歌ってる人のこともそうやけど、それぐらい思ってないとやってられへんとこあるよね、正直。まあね、それが言い悪いとか置いといて、ええええ、いもういいでもいいとこ引き出してあげよう的な気持ちはいつもあるよ、うん、完璧っていう意味の好きとかじゃなくて、そう思わないやってられへんわ、まあ、期待も込めてだかな、うん、ってのある、ええ、愛着とか、そう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 、ファンとかさ、そう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 、あると思う。でもなんか例えば自分の好きな音楽やりたいのに一番好きと思ってるのは誰々っていうのはおかしいと思うんですよ、まあね、あの極論やけど、うん、やる人はやってる間は自分が一番と思ってるぐらいじゃないとあかんと思うから、うんうんうん、まあいいと思うけど、そのランキングはいい話だね、素敵な話ありがとうございます。え戻ろう本編、ね、行きましょう。まさかの間に夫婦漫才挟み込むと斬新でしょ思わへんかったな、ね、今日な、今日ないんや2人と思われたやろな、うん、きっとね、ありますよ、あるよもうそれにね命かけてるから、ある意味ね、ええ、もう長いだけやからね、ええ、はい、じゃあ次、完全初見のタイムウェーブライブアットピアアリーナバージョンでいきます。これほんま初めてやね、はい、まあちょっとなんでこんな立て続けにいんのよって思われると思うんですけど、あんまりなくない、うん、調べてもそこまで出てこないの、他の曲ほどは。なるほど、だからもう連続で見ようかなと思ってね。なるほど、はい、同時視聴ぐらいしかできないですね、長いよ、ね、6分10秒もあるやん、うん、ほう、行きましょう、じゃあ行きますか、はい、では3秒前から、はい、3、2、1スタート。長いんや、長い、お、神聖な音が、こういうの好き、うん、ベビーメタっぽくない、なんかこのイントロが始まる前のイントロ的な感じめっちゃ好き、いいね、どうする、好きなんですか、もうこれ、これ期待しちゃうね、うん、なんか夢の世界に連れてってくれるような曲はやっぱり女子としてうっとりするかな、うん、いい音やね、単純に、そうそう、いい音、お客さん、うん、わかんねえ、やっぱり何この模様、英語や、うん、まあね、おお、ちょっとエモーショナル系やね、うん、
これの元はダンスミュージックな気がするな。うん、なんかすごい寄せ打ちが似合う気がする、うん、この曲は。こういうギター珍しい気がするな。うまいね。うん。へえ。なるほどね。集中してみた今。なんかメロディーすごい簡単やのにさ、簡単って言ったらいいけど、うん、まあ、シンプルなメロディーやんか、特にサビが、うん、なのに絶対これスーちゃんしか歌われへんやんと思って、キー的にも、うんうんうん、パンチ的にも、うんうん、歌いこなし的にも、いくらこれじゃあキー下げてはい歌ってって言っても多分歌えへんと思う、なんか分からんけど、うん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 、なんでやろうな、もっとむずいメロディーのいっぱいあるやん、ビビメタって、うんうん、なんでそう思ったかって言われるのが分からへんなと思いながら見てた今。なるほど、なんでそう思ったんって自分で思いながら、パンチかな、でもあの、ね、キープする、あのね、うん、僕が感じたのは、うん、スーさんのすごいところ、うん、あの普通の人は、うん、一般的に多分声出したら、うん、あのだんだん弱くなっていくと思うんですよ、それよ、それ、でもスーさんはずっと一緒なのよ、うん、やっぱそうやんな、あの野球、キープし続けんね、野球のピッチャーとかでもさ、うん、なんかたまにいてるねんけど、うん、なんか普通に投げたらこうどんどん遅くなっていくねんけど、たまにだんだんなんていうの、スピードは球技が最後まで落ちずにボンっていく人もいてるのよ、たまに、うん、天才、その説明や、それやろ、それ最後まで音の粒が保ったままいくから、それやろ、めっちゃそれが言いたかった、そうそうそう、いやそれは自分では分かんねんけど、どう説明したら分かるかなと思ったけど、球で分かりやすかった、野球でもあるのよそれ、上手い人ほどしかもそうちゃう、まあ、癖もある、まあ、野球の場合はいろいろあるんですけどね、ああそうか、その回転とかね、ああそうか、そうそうそう、あるんですけど、ただ声はまたね、
声はまあうまいからかな、ね、そこは、うん、と思ったけど、キープできるからその声量とか勢いをあれでしょ、だから失速させずにずっとその勢い保ったまま歌えるってことで、押し出せるっていうか、そう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 、でも多分本人は辛そうじゃないから、うん、別にその無理に押し出してるんじゃなくてそう聞こえるだけで、うんうんうん、それはね、それを感じたね、なかなかおらんから、うん、おらんと思う、それはこのキーでしかも、うん、キーだからさっきも言ったけど、キー下げたらじゃあその押し出しできんのかって言われた時にできる人少ない、プラススーちゃんこのキーでそれをやるからちょっと考えられへんって感じ、キー上げたら余計ねそれができなくなるもんね、なるなる、しんどくなるし、そうそうそう、しんどそうになるし、うん、どんどんゴニョったりとか声ちっちゃくなったりとか、うん、あと軽くなる、うんうんうん、まあ、軽くなるのは悪くはないけど、うんうんうん、表現として、まあ、サビの頭って考えたらパンチある方がいいから、この曲はそれが完全に表現されてるからさ、ちょっと、まあ、他に歌える人まずおらんやろなと思って聞いてて、だからちょっと黙っちゃったんですけど、黙ってたね、うん、びっくりした、うんうんうん、曲調っていうごめんなさい、ちょっと歌声聞いてた、あの歌のテクニック聞いてた、メロディーじゃないしな、難しいのは難しいけどね、見えへん部分っていうのは難しいけど、曲は好きですよ、なんかありそうで、今まで入り方とかちょっとありそうな感じ、今までのベビーメタルの雰囲気出しつつない、英語から始まってとか、すごいシンプルな気がする演奏も、うん、うん、なんか聞きやすかった、すごい、じゃあ生徒とはっきりしてたしね、うんうんうん、じゃあ次最後ですね、今日は最後ですね、ビリービンやったかな、最後見て終わりますか、ビリービンね、ビリービンやからやっぱ明るい感じなんでしょうかね、希望がある感じなんですね、あ、なるほど、はい、じゃあ行きましょう、では3秒前から、あ、待ってね、ライブアットピアアリーナです、これも OK、4分41秒ですね、4分41秒、はい、行きましょう、はい、3、2、1、スタート。ほう。すべてストーリー性があるね。ある、うん。なんかゲームの世界入ったみたいな。うんうん、一気にそこに足踏み入れた感じ。うん、楽しい。私ゲームせえへんから、逆にこういう世界で連れてってくれると嬉しい。うんうん、なんかゲーム広くやってる時こういう気持ちなん、もしかして、そうそうそう、違う世界に一歩踏み出す感じ、楽しいな、確かに現実離れって言ったらあれですけど、たまにはしたいもんな、遠いっていうか、うん、わかるわ、現実ばっかり感じてもな、うん、分かってきた最近、ゲームの良さ、ゲームの良さというか二次元の良さはいはい、はい、現実から離れることの良さがあんま分かってなかった、ずっと現実と向き合わなあかんと思ってたから、なるほど、結構大変な人生やってるけど、ちょっといいよねこれ、いいよ、おお、かっこいい、なんか男性の曲みたいな、うん、男らしい、映像もシックじゃない、うん、リズムむずい、難しいね、え、そっちなんや、ボーカルエフェクト使うの増えたよね、うん、すごい似合ってるね、似合ってる、うん、綺麗、いやもうほんまあれやね、今更やけど来日公演感すごいな、うん、すごすぎてポカーンときた、
この影越しに映る3人の髪の毛が綺麗すぎる、はい、ツヤツヤ。かっこいい高校、うん、高いなほんまにもう、うん、すごいわ。そういうの多くないこのアルバム、うん、サビすっごい高いっていう。もう全然想像つかわけないな、うん、来日公演ありがとうございましたございますって感じ。すごいな。ジアザワンのコンセプトはあるんだろうけど、うん、そもそもなんでこういう感じにしようと思ったかっていうことを今考えながら見てたんですけど、うん、やっぱ演奏うまいっていうかパワフルでさあ、うん、やっぱ演奏の力すごいあるじゃない、うん、西の神さんたちなのかな、うんうん、だからそういう人たちが今いるからこそできることをしようって思ったのかなとか。あー、なるほど。正統派に一回やってみるのもありかなみたいなって思ったのかなとか。なるほどね。今までのアルバムとかやったら、まあ、混ざってる時期とかもあったやろうし、うん、あのはっきり分かってないけど、東の神の時はやっぱちょっとエスニックやったと思うんですよね。あ、結構そうね、日本感とかが結構あったけど、今回別にメロディーは日本人のメロディーやね、うん、J-POP やったりとか、うんうん、歌謡曲やったりシティポップ感あるなって思いますけど、あと何だっけ、さっき言ったダンスチューンなメロディーも感じるけど、 あの演奏が結構正統派に感じるの、私は、うんうん、モダンな正統派に、うんうん、合ってるこれ、ちょっと違う。まあでもそうだと思います。そう、うんうん、まあ、そう感じたんですけど、うん、そのエスニックなサウンドとか特にないし、ないね、日本っぽい加工も特にないから、うん、その何ミックスの仕方とかはあるかもしれないんで、 J-POP っぽいとかは、うん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 、だからなんかやっぱせっかく今集まってるメンバーで活かせることって考えたように感じたけど、どうでしょうね。それやわ、それかな、うん、多分そんな気がする。ずっと西の人間も分からへんやん、やっぱこの先契約があるやろから大人って、うん、と思いましたけどね、私は。で、今しかできひんことってあるやん、うん、それをやろうと思ったら違う方向に行ったりすることもあるし、それが返ってくることもあるし、うん、ミックスされることもあるよねってことがまあ言いたいんですけど。わかるわかる。まあそれかなんかいろんな事情があるんでしょうよ、まあ、それだけじゃなくてね、あの、うんうん、そのやりたいことだけじゃないと思うんで、うんうんうん、やっぱり あるんじゃないですか、やっぱそれは、うん、そのコバさんにしかわからないような、うんうんうん、ね、ものが、うん、まあ、私はこれ多分生で聞いたら超感動すると思うけどね、あの演奏が特に。聞いたことないから、こういう演奏を多分びっくりしすぎて、うん、ずっと聞けるかも分からへんけど、なんか僕的に上手くなってる気がする、前より。いや、なってるやろ、うん、なってると思う。そう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 、さらにさらに上手くなってる気がする。もちろん、あ、全員ね、まとまり感が半端ないもんだって。あ、思った、それ、うん、元から上手いしパワフルでアグレッシブやけど、うん、まとまりはめっちゃすごいまとまってる気がする。なんか以前やったらさ、まあなんか、あ、やりたいことをやってるのかなみたいな時もあった。ここはちょっとあのピッキングハーモニクス多めやなとかさ、うんうんうん、なんかたまに感じる時はあったんですけど、うんうんうん、あの特にあの西の、はいはい、うん、自由さが少しあったってこと。そう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 、はい、でも今は徹底してるかなって。あ、そうそうそう、ベビーメタルを徹底してる。そう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 、うん、それを感じますね。決まるところが決まってるとかじゃなくて全部決まってるみたいな、ね、そう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 、まあ、もちろん上手いねんけど、ほんまに元からでも明らかやろ、うまいのはもう前提で喋ってますけど、なんか確かに確かに緻密さが、うん、ましたちょっと、なんか日本人、うん、いい意味でそこは日本人の緻密さをなんかなんていうのかな、求められたのかなってちょっと思いました。その代わりサウンドはゴリゴリその納得いくようにやってもいいっていうか、うん、正統派でやっていいというか、正統派ってちょっとしっくりこへんけどな、まあ、めっちゃかシンプルに言ったらかっこいいサウンドって感じ。うん、なんか
意表をついたサウンドっていうよりはもうザかっこいいサウンドを作っていいからベビーメタルとしての演奏を意識されたのかなとか、うん、なるほどね、ちょっと思います。私もスーちゃんは言わずもがなね、馬なってるよ、もちろん年々馬なってるけど、うん、なんかそういう土台が結構前よりよりしっかりしたっていうか、なんか荒くてかっこよかった部分がちょっと繊細にもなってて、うん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 、演奏がスーちゃん自身も繊細になってるなってちょっと思った。歌い方、うん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 、ピッチの取り方とか多分声の当て方とか、いやだからもう前以上に表現力がいるんかなって思います、うんうん、いるよね、うん、こんな正確に叩かれたら、こんな弾かれたらめっちゃ細かいことしなあかんと思う、全員が、うん、めっちゃ大変やと思う。こんだけやっぱね、そのフックじゃなくてサビと、うん、A メロ、うんうん、だいぶ違うやんか、もう、うんうんうん、世界が何なら1曲ラブぐらい違うような曲ばっかりやんか、ほんま大変やと思われ、だから無理、大変かなって思います、うん、さすがやなと思いながら見てた。ちょっと2曲特に黙って見ちゃったわ、うん、あーこれはね、なんか難しさが伝わりにくい曲なのかなって、玄人とか経験がないとちょっと難しさが、うん、ね、それがもうね、聞き込んでいらっしゃる方とか ね、うん、ね、メイトさんの中でも特に聞き込んでらっしゃる方はなんか伝わったかもしれないね、うん、この感情はね、うん、いやすごいね、うん、すごいよ本当にね、もうはい終わっちゃう。あとは、うん、モノクローも一応まあ見てはいるので飛ばすかどうか悩んでるんですけど、ちゃうバージョン見るのであれば見た方がいいと思うし、多分見てないバージョンもあるんですけど、うん、おすすめあったら教えてください。はい、はいはい、まあでも DVD で見るっていうのもあるから、まあ、無理に見んでもいいかなと思ってて、ってなると残り3曲ですね。そうか、はい、ついに感想、そこまで来た。感想者どうするの、なんか燃え尽き症候群ならへん、うーん、なっちゃいそうで怖い、どうしよう。でも DVD があるけど、あ、そうやね、うん、でも曲知っちゃうってことや、全部。そっか、なかなかないことやね、そんなこと。ない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 。こんだけの曲を短期間で覚えたのは人生初めて。すごいことやね、うん、だって10年分やもん。そうやで、聴いてない曲もあるやろうけどね、あるけど。じゃあ終わりましょうか。終わりますか。はい、ということで今回はベビーメタルのマヤとタイムウェーブとブリーヴィン連続で見させていただきました。はい、はい、一緒に楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。あ、バイバイ。ゆうたこちゃん来たね。来るか。いい、一瞬で起きたわ今。けーちゃん、なんやに、なんやに、あ、来たね。じゃバイバイって。バイバイ。バイバイって。あ、もう嬉しくて、バイバイ、それどころちゃうか。バイバイ。はいよはいよはいよ。